皆様こんにちは、ロリンザの寺部です。はい、今日もですね、高価買取できるブランドを早速行ってみたいと思います。今日はですね、お買取させていただいたのはこちらのアイテムです。はい、こちらはモンクレールですね。はい、こちらのですね、一番の特徴はフロントに貼り付けられたこのムートンファーのポケット、あとフロントは高級オル高級ツイートとなっておりまして、まあ、後ろはこのようなプレーンで立体裁断となっております。お袖にもですね、ジップが付けられており、手抜きのない一品となっております。とてもかっこいいです。定価なんと25万円だそうです。はい、もちろんですね、ロリンザこのようなダウンでない、今日のお話はですね、モンクレールのダウンではないこのようなアウターも大ウォンテッドさせていただいております。もちろんですね、こちらはもちろん、フロントにもあのモンクレールマーク、ジップのモンクレールマークもないですし、こちらの肩にもどこにもついておりません。どこにもないですね、モンクレールマーク。はい、でもですね、これを見る人が見ればモンクレールのあのモデルだとすぐ分かるような有名なやつなんですね。なので、その辺はですね、ロリンザで把握しておりますので、ピンポイントで高価買取、このような有名なやつは、ご本人様が知らなくてもさらに高価買取額をつけさせていただきます。はい、その辺はちゃんと勉強してますので、ご安心ください。はい、ロリンザではですね、このような、インポート専門店となっておりますので、何か今年の冬もう着られなかったこのようなパーカーなどですね、ございましたら、ぜひロリンザにお電話くださいませ。高価買い取りさせていただきます。はい、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。またブログに飛んでいただきました概要欄のですね、もぐもぐドタバタ日記に飛んでいただきましたら、ブランド別、用途別で撮らせていただいております。大変見やすくなっておりますし、用途別の中には、偽物の見分け方というのもですね、ずらっとこう並んでおります。ぜひよろしければご覧になってみてください。はい、それではまた撮らせていただきますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。お願いお願い。はい、それではまたよろしくお願いいたします。